みなさんこんにちはひろきですいただきますあおいしいあのー うち、実家があったんですけど、僕が小学校1年生の時に新築した、はい、区画整理で取り壊しになりまして、もう前から決まってたことではあるんですけれども、えー、待機をいたしました、はい、今は、親はですね、あの、 私のおばあちゃんとかと一緒に、えー、アパートの101と1022部屋借りて <laughs> 住んでおります。もともとね q l d k かなんかのお家だったんで広かったんで 9LDK プラス倉庫,倉庫もあったんですよ。2階建ての。 2階建ての倉庫があったんでまあ 9LDK プラス倉庫を引っ越すとなったらちょっと1部屋じゃ足りなくてですねだからえっ、ー、と 2DK の部屋を2つはいまあ 5DK って感じですかねはい ダイニングは2つもいらないんで D を1と数えると 5DK って感じですかねいやーけど無事終わってよかったですはいほんとほんと、はい、あの期限通りにねもう今は電気もストップして取り壊しに入ってますからねもううちの実家はいあんな 作りの立派な立派な日本家屋なんですよもう58坪の立派な日本家屋いやあそこでドラム叩いたなーパーティーとかしてたな懐かしいなもう全部なくなっちゃったな あけどですね、けどですね、あれなんですよ。バナナの木はですね、ちゃんと鉢植えに、鉢植え5個ぐらいに分けて、こう、挿し木じゃないですけど、植えて、あの、またバナナの木として復活させようとしてます。はい。あと、母が育てていた、 日本山人参っていう人参、すごいいい人参があるんですけど、それは妹の、妹の旦那さんの農家やってるんですけど、そこの、あの、一区画、<laughs> 埋め尽くします。<laughs> うまく埋まりました、日本山人参はい、根っこのように、ぐわーって広がっていく人参なんですけど、<laughs> それは一応、はい、生き残りました、バナナと日本山人参は、はい、残念ながらですね、どうやらサトウキビはなくなったみたいです、あと、さくらんぼのなる桜もなくなったみたいですね。 はい、もう楽しみにしてたものがなくなっちゃったないやー僕そこで12年間住んでたんですよね高校卒業するまでまあ実家に帰るって言ってもそこに帰ってたんでまあそういう意味では実家感としてはもう 結構な年数あるわけですよ。まあそこがなくなってアパート暮らしになってねアパート暮らしできるのかなってもう心配になっちゃいますけどねはい大丈夫かなってこん,そんな狭いところでって僕は慣れてますけどアパート暮らしはい、あ、今もアパートですけどねうん。 大丈夫かなっって思って思ますけどあのなんかこう案外住みよいみたいですよあの洗濯物を干すのもベランダに行けばいいだけなんで楽だって言ってました、はい、何をするにも近いって言ってましたね <laughs>、はい いや良かったです良かったですもう無事住んで、はい、もうこれでもう僕は実家に帰ることは実家に帰っても寝るところはありません、はい、実家に帰ったら座るだけですね、はい、座ってお茶してじゃあご飯食べ行こうかって言ってご飯食べに行く感じになるんじゃないかなと思います、はい、母もねもう結構な年齢なんで あの,あれなんですよあのそんな手料理ガン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 みんながお腹いっぱいになるまで振る舞うような腕力も腕力あるかあるかあるけど暇がない暇がないそう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 そ,うそんな暇がないのでもう、はい、仕事しながらなんでねはいそんな。 暇はないんでどっか食べに行くんでしょうけどねまあ寿司取るかはいいや一つなんか実家の節目がやってきた感じですねまだ二歩時で大変でそんな落ち着いてないですけどねはいただ一応移動が終わったということではいまあ引っ越し完了 ですね、一応片付けは完了してないですけど、はい、いや感慨深いものがありますね自分の住んでいた家がなくなっちゃったねあの移動したっていうだけでも結構感慨深いものがありますよね多分引っ越したっていうのもね うちの場合は引っ越すと同時にぶっ壊されちゃったんで <laughs>。あらーって感じですよね。もう。足場もいらないって言ってました。部屋、あの、庭が広いんで足場もいらないって言ってました <laughs>。一階建てだし。はい。 足場もなくガンガンぶっ壊されてますはいそうですねあ足の長く伸ばせる浴槽が懐かしいないや今の私が住んでるアパートメントも足長,のあれ長く伸ばせますけど昔はお風呂に入ってたんで今,今はシャワーしか入ってないんですけど浴びてないんですけど 昔はお風呂に入ってたんであの足の長く伸ばせる浴槽が気持ちよかったですねはいあの真っ黒い黒炭でできた大黒柱とかねシャンデリアのついたリビングとか懐かしいな あのセンスの悪いシャンデリアね <laughs> もっとおとなしいシャンデリアにしろよって思ってま,思ってましたけど子供ながらにはいもっとおとなしくてシンプルなシャンデリアにしろよってそんな金持ちぶったシャンデリアつけてんじゃねえよって思ってましたけどはい僕にはお小遣い少ないくせにって思ってましたけどねはい <laughs> まあけどあの家もなくなっていよいよ僕ももう自分のね帰るところがなくなった感じですよ本当にねまあもう僕は経済的には結構ね社会人2年目から投資始めてたぐらいなんで。 経済的にはもう別に困るような時期って特になかったんですけどなんか気持ち的にですよ気持ち的にどうしようもなくなったら実家に帰ろうっていう帰れるっていうのがあったんですよ空き部屋たくさんあったんではいけどとうとう帰る場所がなくなっちゃいましたねはいどこにも帰れないもう自分で 生きていくしかないということで僕にもちょっと精神的なインパクトがありますね今回の取り壊しは <laughs> はいね松とか金木犀とかサザンカとかいろいろ木がね風水に従って木が生えてたんですけどね あでも全部、全部ぶったけられたらしくて、松も、松の木もぶったけられたらしいです。<laughs> 悲しいなまあしょうがないですね。こればっかりは。はい。そんなことで、実家がなくなったという、実家元実家ですね。元実家。 実家実家の家屋がなくなりましたですねはい悲しいというお話でしたはいそれでは皆さん、えー、別の配信でお会いしましょう さよなら。